本動画では、電子申請届出システムを使った変更申請の申請方法について解説します。電子申請届出システムにログインするためには、GbizID を使用します。GbizID とは行政サービスにアクセスできる認証システムのことで、GbizID を取得していない場合は、 電子申請届出システムを使用することができませんのでご注意ください。GViz ID の取得方法は県ホームページでご確認ください。ログイン後、申請届出メニューから行いたい手続きを選択していただきます。今回は2変更届出の1 介護保険事業の変更届出を選択してください。手続きを選択すると、申請先を選択する画面に移ります。新潟県へ申請する場合は、サービス分類で許宅施設を、申請先で新潟県を選択し、次へをクリックします。 次に、様式入力の画面に移ります。ここでは、申請を提出する法人の情報などを入力します。案内文及び記載要領を確認の上、必要事項を入力してください。事業所名称、所在地等を入力するをクリックし、介護保険事業所番号を入力することで、 届出済みの情報を自動で入力することもできます。今回は事業所の名称と申請者の名称を変更する例を説明します。変更があった事項では、今回変更の届出を行う事業所の名称と 申請者の名称の欄にチェックを入れてください。入力内容に誤りがあった場合、誤りがあった事項とその内容が表示されるため、画面の指示に従って入力内容を修正してください。様式の入力が完了したら、次へボタンをクリックし、次の画面に進んでください。 様式入力の画面の変更があった事項の欄で申請者の名称など法人情報に係る事項にチェックを入れた場合法人情報の変更に移ります。今回の例では法人情報に係る事項のうち申請者の名称を変更するためオレンジの枠内に変更前の申請者の名称を入力し 緑の枠内に変更後の申請者の名称を入力してください。画面中央部分にある変更前からコピーするボタンをクリックすることで、オレンジ枠内の情報を緑枠内にコピーすることができます。 法人情報の変更の入力が完了したら、次へボタンをクリックし、次の画面に進んでください。次に、不評の入力に移ります。入力したい不評の編集ボタンをクリックして、不評の入力を行ってください。 不評入力画面では申請する事業所の情報を入力します。今回の例では事業所の名称を変更するため、上段のオレンジ枠内に変更前の事業所の名称を入力し、下段の緑の枠内に変更後の事業所の名称を入力してください。 不評の入力が完了したら、入力完了ボタンをクリックしてください。入力完了ボタンをクリックすると、不評の選択画面に戻ります。不評の入力が完了したら、次へボタンをクリックし、次の画面へ移ってください。 最後に添付書類のアップロードを行います変更する内容ごとに添付書類が異なるため説明欄および申請の手引きを確認の上必要な添付書類をアップロードしてください介護保険法の変更届と合わせて老人福祉法の変更届の提出が必要な場合は 他方制度に基づく届出書類アップロードから記載例を参考に書類名称、コメントを入力し、老人福祉法の変更届をアップロードしてください。変更届の提出の場合は、加算に関する届出書類アップロードの欄の入力は不要です。 加算の算定区分の変更など、体制届を提出する場合は、トップページから5、加算に関する届出を選択し、届出を行ってください。添付書類のアップロードが終了したら、届け出内容の確認画面に移ります。入力した内容を確認し、 問題がなければ、画面最下部のチェックボックスにチェックを入れて、届出ボタンをクリックしてください。届け出内容を修正したい場合は、戻るボタンをクリックし、該当箇所まで戻り修正を行ってください。 提出済みの届出の処理状況の確認や修正の方法について説明します。申請届出状況確認から申請内容の確認等を行うことができます。申請届出ステータスが差し戻しとなっている場合は、申請届出詳細をクリックしてください。 申し込み詳細の画面では、受付結果の事業者に通知するコメントの欄に、書類修正に関する県からの指示等が記載されていますので、これを確認し、書類を修正してください。不表と様式は、入力された情報をもとに自動作成されるため、 あらかじめ Excel などで作成する必要はありません。申請届出詳細画面の最下部にある印刷ボタンを押すことで、添付書類及び不評と様式のダウンロードが可能です。操作方法がわからない場合は、画面右上のヘルプから 操作マニュアルおよび操作ガイドがダウンロードできますので、そちらをご確認ください。